今回のお話は皆様に衝撃を与えると思います。キラン。はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。フルートネットワークのフルート向井でございます。よろしくお願いします。これ見て、スターウォーズのボトルなんですけど、中に入ってんの別にあれじゃないからね。なんかここからさ、動画を見るとなんか絵を見るとなんかさ、あの、いや言わないよ、言わないけど、あれに、似てると思いますけども、違います、麦茶です。はいはいはい。まあそんな話は置いときましてですね、まあ今回ですね、その皆様映画館、劇場に足を運ぶとですね、まあ映画を見るわけでございますよね。うん、映画を見た時にハプニングって起きた時ございます？はい。まあね、いろんなのがあると思いますよ。それでこそさ、なんか劇場で喧嘩をしたりとかさ、まあこんな話僕はめちゃめちゃ持ってるんですけどね。劇場にね、喧嘩をしたりとか、あとはですね、この、飲み物をさ、右に置くの、左に置くの、みたいな、そこで喧嘩になっちゃいましたとかね。まあいろんなお話があるわけでございますけども、僕ね、今回ね、すんげえ特別な思いしたの。うん。まあね、今回その事件が起きてですね、まあこんな感じで、なんかね、引き換え券、ポップコーンかドリンク、1点交換いたしますっていうね、まあこんなのもらったわけでございますけども、ポップコーンとドリンク両方くれてもええじゃんって思うよね。ケチだね、ケチだよ、ね、まあね、そんな話は置いときまして、はい。でね、まあ普通のハプニングだったら別に僕動画でしないで生配信でお話しするんですけども、今回ね、本当にこれ皆様に目から鱗をね、何日本語おかしいよ。皆様の目からね、鱗が出るようなね、体験をしたんで、これをお話ししたいなと思ってですね。もしかすると、そんな話知ってるよ。逆にお前知らねえのかよ、プルトム会っていうね、お話があるかもしれませんけどもね。まあ早速お話の方をしたいなと思います。はい。まあね、雑談ですよ、雑談。まあね、ちょっと肩の力をね、抜いてリラックスして聞いてくださいよ。はい。僕もこれちょっと、おしっこ言っちゃった。おしっこじゃないよ。うん。麦茶を飲みながらね、ちょっとお話ししたいなと。で、まあ今回ですね、お話しする作品なんですけども、まあロケットマンなわけでございます。はい。このロケットマン、もしよろしければ、レビュー動画上げてるんでご覧になってください。下の概要欄に貼っときますので。はい。まあ僕は、新宿のとある劇場に足を運んだわけでございますけども、7番スクリーンだったかな。うん。で、結構ね、ちょこちょこ満員御礼でございました。左右ね、に女の人がいてね、もう僕最近ブームっていうかね、僕最近モテてるんですよ。最近ね、左右女の方が多いってね。まあそんな話は置いときまして、まあモテモテのプルート向井はですね、劇場で、ドリンクを飲みながらロケットマンを楽しんでたわけでございます。はい。そこの、ロケットマンのシーンですね。まあこのロケットマンミュージカル調なわけでございますけども、まあね、このエルトン・ジョンという男がですね、好きな男性がいるんですけど、その好きな男性に振り向いてもらえなかったシュンとしてるところにですね、敏腕マネージャーに口説かれて、途中でベッドインするシーンがあるんですよね。うん。まあそこのシーンで事件が起きました。はい。そのシーンのですね、最後の字幕、はい、僕をスーツに寝かせてっていう字幕がですね、ピンって下の方にね、出たわけでございます。まあまあ普通ですよね。皆さんももう劇場に行ったらさ、字幕なんて普通にさ出てくるじゃん。そこが違うんですよ。この僕をスーツに寝かせてっていう字幕がですね、3分4分5分10分経ってもずっと僕をスーツに寝かせてなんですよ。それこそエルトン・ジョーンがね、急にもうベッドインしてですね、もうわちゃ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 でね、もう敏腕マネージャーとワコンワコンしてる時にもですね、もうずっと僕をスーツに寝かせてっていう字幕が流れてて、その後、おいジョーンみたいな、お前すごいぞ、お前大人気だぞみたいな、いろんなセリフをパン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 言ってる時にも、僕をスーツに寝かせてっていうね、字幕がピーってずーっと流れてるんですよ。で、なんかね、一人の男性がね、急にバンって席立ち上がってね、まあ外出たんですよ、劇場の外。そしたら、その、シーンがですね、てか劇場のスクリーンが、ブンって急に黒でバンって止まって、
え、なになに、何が起きた、ざわざわざわ、何が起きたじゃないんだよね。みんな爆笑。僕をスーツに寝かせてって、なんだよ、ケラケラケラって言いながらですね、まあ左右の人とか爆笑しながらね、その時間を過ごしたんですけど、そしてまあなんやかんやこうわーちゃわちゃしてたら、そう、支配人の方がパーって来て、本日は誠に申し訳ございません、ただいま字幕の機材の不調によりトラブルが発生いたしました。再開の見込みは5分から10分かかると思います。今しばらくお待ちください。へーって、あー、そうなんだ、って思ったんですよ。え、待て、俺今スルーしてたけど、字幕の機材って何って思って、僕ね、このトラブルが起きた時、もう他の全、もうロケットマンっていう作品が、もうあそこの僕をスーツに寝かせてっていうシーンで字幕がね、怖、あのミスしたのかなと思ったんですよ。うん、あー、これもうロケットマンのやつ材料全部回収だわって思ってたら、そんなことないんですよ。なんとなんと、ここまで、ごめんなさいね、長かったですよね、振りが長かったわけでございますけども、なんとこの映画っていうのは本編の、フィルムと字幕っていうのを別に映してるみたいなんですよね。これ皆さんは知ってました？僕全然知らなかったんですよ。それでこそ、それ、DVD とかブルーレイみたいに、もう元々ね、すれ込んであるものだと思ってたんですよ。そしたら違うんですよね。うん、字幕と映像というものはあくまで別個なわけでございます。うん、だからまあそこで、あ、そうなのか、だから僕をスーツに寝かしてのまんま、その字幕を映し出す機材っていうものがバグってしまって、そのまま流れてしまったんですよね。うん、で僕ここで勝手な憶測を立ってたんです。もしさ、その映画関係で働いてる人いたら教えてください、どうなのかっていうところを教えていただきたいんですけども、で僕が思ったのは、その日本語の場合って、その日本語専用の音声みたいのがあって、それを入れる、で字幕の場合は字幕の音声を入れて、そこに字幕をこう映す、文字を映すみたいな感じなのかなと思ったんですよ。まあそのオチというかあれなんですけども、まあね、返金いたしますって言って、もしその再開見込み10分もでご都合が悪い方っていうのは、もしよろしければ返金いたしますのでっていうね、ご案内で、隣のね、右に座ってた女の子はね、帰っちゃったんですけど、うん、まあ、そっからのね、ロケットマンめちゃめちゃ面白かったね、残念だなと思ったんですけども、これね、僕ね、ちょっと目から鱗でしたね。うん、まあ、おっちごめんなさいね。うん、まあね、このね、事件をね、友人とかに話したら、やっぱ皆様同じリアクションをしてましたね。え、そうなの？みたいな形で。うん、でね、皆様もなんかいろんな事件あります？なんか僕、まあこのね、事件をね、まあきっかけにこういうね、あ、そうなんだ、目から鱗、字幕っていうのは別個で映してるんだっていうね、まあ思いをしましたけども、うん、まあその他にもね、喧嘩とかね、多々ありましたよ、僕のところでバチコンバチコンやってとかね、まあいろいろありましたけども、まあね、まあ雑談なんでこんな感じにしておきましょうか。ではですね、以上ブルート部会でございました。もしよろしければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あとはですね、下のコメント欄じゃんじゃん使っちゃってください。皆様のですね、コメント楽しみに待ってますので、よろぴかでございます。では皆さん、また何かしらの、これかなに、また、では皆さん、また何かしらの動画でお会いしましょう。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。